こんにちは、みすずです。今日はソーダストリーム、以前使っていたソーダストリームスピリットが壊れてしまったので、新たに、こちらのソーダストリームワンタッチ、ボタンが3つになったタイプですね、こちらを購入しました。なのでせっかくなので、スピリットとスピリットワンタッチの違い、あと他の機種との違いをご紹介します。今届いたばっかりで、まだ箱から出してないので、では出していきますね。このスピリットワンタッチは、大きな違いは、ソーダストリームスピリットは電灯じゃない。電源がいらないタイプなので、どこにでも置いて使える機種なんですね。だけど、このスピリットワンタッチは、コンセントを挿して電気が必要になってくるので、ちょっと使う場所を選んでしまうっていうデメリットがあります。じゃあ出していきますね。これが電源ですね。と、あと、ボトルですね。メタルボトルがついてます。お、出てきました。色はこのスピリットワンタッチは黒と白しかないんですね。で、これ綺麗ですね、新品で。こっちの普通のスピリットは赤、黒、白の3色になります。見た感じはほとんどデザインは同じですね。で、ここにこの電気のマークがついているのがスピリットワンタッチ、ついてないのが普通のスピリットになります。で、この2つの違いなんですけれども、まず大きな違いは、スピリットワンタッチは電灯式なのでコンセントがついてます。で、スピリットの方は電気は使わずに動かしていくものになります。で、2つ目の違いが付属ボトル。これがソーダストリームの付属ボトル、まあ、普通のやつですね。で、スピリットワンタッチの付属ボトルはこの下が金属になっているタイプで、この金属のタイプはこう外して洗うことができるんですね。で、この中に結構、ま、水しか使わないとはいえ、結構中にこの汚れがついたりとかするんですけれども、このプラスチックのタイプは取り外して洗うことができないので、ずっとこのまま使い続けるしかないんですけれども、このメタルボトルだと、ま、こうやって外して洗えるので、中も綺麗になります。と、あと違いの3つ目がボタンですね。スピリットはボタンが1つなのに対して、ワンタッチは3つ、炭酸の量が少ない、中くらい、多い、でもボタンで分かれてるので、こっちのスピリットだと何回もブシューブシューブシューって押さないといけないんですけど、ワンタッチはただ1個ボタンをどれか押すだけで炭酸が入るっていう感じになります。で、あと冒頭でスピリットが壊れたって言ったのは、どこが壊れたかっていうと、ここなんですね。こんな感じです。ここのガスを注入するボタンのこの部分が壊れてしまったので、うまくガスが入らないんですね。こうボタンを押してもずれちゃって入らなくなっちゃいました。そして、ま、ここ押さえれば一応使えるので、今日までここを押さえて、こっちを押す、ギューッと上から押さえつつボタンを押すっていう感じで今日まで使ってました。で、ソーダストリームって壊れた場合、今回初めて壊れて取り合わせて気づいたんですけれども、修理ができないみたいなんですね。その代わり、公式ショップ、Amazon、楽天などにある公式ショップから注文した場合、2年以内だったら無料で交換してくれるようです。で、私のこの機種ね、2年と2ヶ月経ってたんですよ。2ヶ月過ぎちゃってたら無料交換はできなかったので、ただ新しい機種を割引で購入することができたので、今回このスピリットワンタッチを購入しました。で、ソーダストリームいくつか他に機種があるので、ざざっとご説明すると、このスピリットよりも安いタイプが2つあります。1つはソーダストリームの炭酸水って、 500ml でも1リットルでもどちらでもこうはめて作ることができるんですけれども、一番安い機種、ミニデラックスって一番安い機種は500のボトルしか使えないっていう、小さい本体も小さいタイプの機種があります。同じ価格帯でジェネシスデラックス V2 っていうのもあって、こちらはボトルは1リットルでも 500cc でもどちらでも使えるのですが、ワンタッチじゃないんです。この着脱が通常はこういう感じでワンタッチなのですが、ジェネシスデラックスはここをくるくるくると回してはめるスクリュータイプなんですね。それでお安いっていう機種になります。で、その間にこのスピリットと
スピリットワンタッチがあって、さらにこの上にあと2機種あります。一つはソース V3 っていうので、スピリットワンタッチはボタンが3つあって炭酸量を調節するのですが、ソース V3 はボタンは1個なんだけど、押すたびに炭酸量がここに LED ランプで表示されて、少ない、中くらい、多いっていうのをこのワンプッシュずつで調節できるっていうのがソース V3。 電源不要のものです。一番高級なのがソースパワーというのでして、スピリットワンタッチと同じく電源が必要で、ボタンも3つで、それぞれポチポチっと押して炭酸量を調節する。ただソースパワーとスピリットワンタッチの違い、これ本体価格も1万円違って、ソースパワーの方がお高いんですけれども、まずこのデザインですね。好みは人それぞれなので、どっちがいいっていうのはあれなんですけれども、ソースパワーの方がまあ若干高級感のあるような感じの本体になっているのと、あと外すときですね。スピリットワンタッチの場合は炭酸水を作って外すときにプシューってガス抜きの音がするんです。でもソースパワーはこの音がないので、すごい静かに使えるっていう機種になります。私は全然この外す時のプシューって音は気にならないんですけれども、気になる方はソースパワーを購入されると、無音でカシャッと外して作ってっていうことができるので、静かな制作が可能ですっていう違いですね。ではせっかくなので、このスピリットワンタッチで炭酸水を作っていきます。ではまずガスシリンダーを入れますね。でついさっきまでこのスピリットで炭酸水を作ってたので、この壊れたスピリットからガスシリンダーを取り出してこちらに移動しますね。といってももうこれはそんな難しいことなく、ただ回して本体を外せば取り出すことができます。このスピリットワンタッチ、この電源があるのが作るときはいいんですけど、やっぱり置き場所にちょっと困りますね。コンセントのそばじゃないと使えないっていうのが若干使いにくい点かもしれないです。後ろを開けてもらって、この中にガスシリンダーを入れます。下からよいしょっと入れて、ここですね、くるくる回して止めます。あとこのスピリットワンタッチは電源がついてるので、アダプターを差し込むのですが、これが下からになります。この部分ですね、よいしょ、ここにちょっと溝があるので、ここからコードを出します。で後ろをはめて、これでセット完了。コンセントを挿しますね。コンセントを挿すと上のランプがつきます。こんな感じですね。でこれで炭酸水が、少ない、中くらい、多いを3段階で調節していきます。では炭酸水作っていきます。ボトルを洗ってきました。この中に冷やしたお水ですね。このボトルの線の位置までお水を入れます。でこれポイントなんですけれども、この線よりも少ない場合、中の空洞が多くなっちゃうので、ガスの減りが早くなります。なので必ず線のところまでお水を入れて、たっぷり炭酸水をその都度作るようにしてあげてください。でこれをここにセットしていきます。では炭酸を入れます。じゃあ一番多いとこ、おお、勝手に入る、すごい楽。一回ボタンを押しただけで炭酸がチュープシュート入りました。でこれはガス抜きの音がするので、外すときにプシュッと言います。では注いでみます。といっても機種による、あの炭酸水の出来上がりの違いはないので、ほんとこのボタンの、おー、新しいと美味しそうに見えてしまう、わ、美味しそうですね。こっちが今黒酢を入れたやつです。シュワシュワの炭酸水出来上がりました。我が家ではこうお酢を入れて飲んだり、
あとは炭酸水洗顔ですね。朝顔を洗うときに炭酸水を使っています。おいしい焼きたてすっごいおいしいです。すっごいシワシワ、めちゃめちゃ喉が乾いてるときに一気飲みできないぐらいシワシワしてます。なんか比べると、これまでスピリットでこう手動で押して入れていた時は、炭酸を目いっぱい入れていたつもりでもあんまり入ってなかったんだなっていうのが、今回この京丹さんのボタンで作ったら、普段こっちのスピリットの方でいっぱい炭酸を入れたつもりで作っていた炭酸水よりもすごいシュワシュワしているので、このように入るガス量がわかるタイプだと、誰がいつどのように作ってもまあ同じ炭酸水が出来上がるので、自分でこう自分のさじ加減でプッシュして作るタイプに比べると仕上がりが安定するっていうメリットがありますね。ではこのスピリットでも作っていきますね。スピリットでも同じようにこう下からガスシリンダーをセットしてくるくる固定します。これね、壊れてるのでちょっとここ開けた状態で押さえてやりますね。本来はここくっついてるからお手で押さえる必要ないですよ。この線のところまでお水を入れます。さっきと同じですね。500のボトルで作ってます。これを本体にセットして、スピリットの場合はこのボタンを自分で何度か押して炭酸を入れていきます。でね、力が入ります。ただ今ね、両方こっちとこっちの両方押してるからちょっと疲れるんですけど、こちらが今作ったスピリット、こちらが先ほどのスピリットワンタッチ。出来上がる炭酸の、まあ、仕上がりに違いはないんですけれども、スピリットの方は手動でポチポチ何回かボタンを押さないといけない。でもその代わり自分で手動でボタンを押していくので、例えばさっき作った炭酸水がちょっとガスが抜けちゃったっていう時に少しだけ足すとかいうことが可能なんですね。でスピリットワンタッチだとこの3つのボタンでしか調節できないので、あとちょっとだけ後で足すっていうことがちょっと難しくなります。でこちらのスピリットだったら、ま、10分後にワンプッシュだけ足すとか、ボトル半分まで飲んだからまた水を足してあとちょこっとだけガスを入れたいとかいう時にやっぱり作りやすいのがこちらの手動タイプの方ですね。ただあんまりそういうことする機会がないっていう方だったら電動でも全然問題ないと思います。というわけで今回は炭酸水メーカーソーダストリームの電源不要で手軽にどこでも置いて使えるスピリットと、コンセントが必要だけどもボタン一つで炭酸の量を調節できてすごく楽ちんなスピリットワンタッチ、この2つをご紹介しました。購入の時の選ぶポイントは、小ささを求めるだったらミニデラックス、ボタンの押しやすさを求めるんだったらソース V3、電源はいらないし自分でプシュプシュやるのでもいいからお安い機種がいいっていう方はスピリット、プシュプシュ押すのがめんどくさいっていう方はスピリットワンタッチで、この最後のガス抜きのプシューって音が嫌とか、このスピリットのこのデザインよりもソースシリーズのデザインの方が好きっていう方はソースパワーがいいですよ。そんな感じであとはお好みで選んであげてください。というわけで今回は新しく購入したスピリットワンタッチについてご紹介しました。最後まで見てくださりありがとうございました。参考になったよという方は高評価押していただけるとすごく励みになります。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。